どうも、うずです。今回私が所持している3つのヘッドホンに関してちょっと動画を上げようと思います。まあ、あくまで私自身が使ってるヘッドホンの感想をちょっと言ってみようかなと思いましたので。すでに私の動画見ていただいている方の中で、まあ、ソニーの MDR1K を使ってる方とか、あとはこの1000X か、1000X を使ってる方っていうのをコメントでなんかいただいたので、いるのは分かっているんですが、その上で、まあ、それにオーディオテクニカのね、こうつけて、私が現在利用しているこの3つのヘッドホンのちょっと個人的な特徴を棒グラフにして表したいと思いました。なのでちょっとざっくりやってみましょう。でそれぞれの項目をちょっとこういうね簡単に書きますけど、 MDR1R Mark II でこっちがオーディオテクニカの ATH-WS1100 でまたソニーの 1000X と3つに分けさせてもらって、で項目、まあ、最初に来るピンクがデザインで、グリーンが音質で、青が快適性で、最後にお買い得感、価格ね、という4項目で棒グラフをちょっと書いてみようと思います。まあ、あくまで私個人の意見だよ、音質なんか特にね。じゃあまずデザインをちょっと棒で書いてみよう。あ、じゃあまずデザインはこんな感じになります。グラフわかる？ MDR1R Mark II がこんな感じ、いいデザインで、その WS1000 もいいデザインで、最後に最近ね購入したワイヤレスの 1000X デザインちょっと微妙っていうのを話そう。で何かというと、まず最初に、デザインは私が気に入ってるという意味でこの2つ、ソニーの MDR1 Mark II は前も言ったかもしれないんですけども、デザインがともかくかっこいいんですよ。薄型なんですけど、その頭にもねこうすっぽり収まってくれて、ここのね隙間も少なくて非常にデザインがいいなと感じています。でこのプラグなんですけど、プラグもここに斜めに刺さるんですよ。これおしゃれじゃないですか、すごい。こんな感じ、普通のプラグっていうのはだいたい真下に刺さるんですよ、ヘッドホンの。でも MDR1K のやつはこの斜めに刺さって、しかもそのデザインがこうなんだろう、統一感のある斜めでこうクイーって、ま、持ってくるようなかっこいいデザイン。そしてここお気に入りポイントなんですけど、ここの開けると、普通ヘッドホンって、まあ、これもいいデザインなんですけど、ほらシルバーになるでしょ、ここの金具の部分伸ばしたとこ。それが MDR1 は色合わせているの、ここブラックで、よくない？これ伸ばしても色がブラックのまま統一感がある。これはね素晴らしいデザインだと思います。だから MDR1K のヘッドホンはすごくデザイン私好きです。でそれに対してオーディオテクニカのこちらのヘッドホンも、今日これをつけて外出したんですけど、お店ねこれつけたまま歩いてたんですけど、大きいんですよ実際、これ大きいタイプのヘッドホンでもなかなかいい感じなんですよ。鏡でちょっとこう見たんですけど、斜めになった時とかここの光具合とかね高級感があって、非常にいいヘッドホンだなっていう感じがすごいして、で耳もすっぽり覆ってくれるのであったかかったしね、外で風強かったんだけど、なのでこのヘッドホンはデザイン的には非常にいいデザインのヘッドホンだと思います。まあオーディオテクニカさんみんなこんな感じのねデザインなんですけどね、まあ、ここのテカリ具合がすごいかっこいい、ロゴマークもかっこいいしね。これはオーディオテクニカの WS1100 に対して、このねちょっとデザインがね私的にいただけてないやつ、これ MDR1000X、 これはいいんですけど悪いデザインじゃないんですよ。ここもなんかねレザーカバー調な感じでね、おしゃれな高級感あるデザインで、でも被るとね、前も言ったと思うんですけど、これがねこの隙間がね気になるんだよね。なんか誰か宇宙人って言ってくれた方いたよね。悪くはないんだけど、先に挙げた2個に比べるとデザイン的にはすごいおとなしい感じがして、まあ反対に言うとちょっと大人っぽいフォーマルなデザインっていう言い方なのかな、これ。あのすごくねしっくりくるようなあのデザインなので、一概に悪いとは言えないんですけど、個人的には機械好きなのでメカメカしいデザインが好きなんですよ。だからこれ個人的な意見ですよ完全に。なので私にとってのデザインは 1000X はちょっと微妙っていう意見でございます。さっき言ってたこの金具の部分はやっぱりソニーさんらしくね、ちゃんと統一感の持った色を使ってるので、これは素晴らしいと思います。はい、で次、ヘッドホンですごい重要なところ、音質書いてみましょう。音質に関してはこんな感じです。先ほどの差はないんですけど、やっぱりソニーの MDR1K のやつと、あとはオーディオテクニカの1100は、ほぼ同じぐらいの良さです。もうどっちを使ってもなんか気分によってね使い分けよって感じの音質で、でそれに対して 1000X がやや劣る、これちょっと理由あります。
まあ、この音質の差なんですけど MDR1 系は私が聞く限りはどの曲を聴いてもバランスよく音を出してくれるヘッドホン。モニターヘッドホンとはちょっと違うんですけど、あの高い音も低い音もバランスよく出してくれる綺麗な音で聞ける。でタッチで言うとシャープというよりはソフトな感じ、ソフトフォーカスみたいな、カメラで言うと尖ってない感じの音を常に出してくれるような印象があります。だからすごく聞きやすい、未だにだから一番愛用しているヘッドホンになります。それに対してオーディオテクニカのこちら、低音をね重視してもともと作られてたみたいなんですけど、低音はそんなに派手に出ず、高音中音域もしっかり鳴らしてくれる、これもバランスのいいヘッドホンだと思います。ただあの音の解像感はソニーの方よりすごくね、なんだろう、分離して聞こえるので、なんかこうくっきりした音楽を聞きたいとしたらこっちが適正なのかなと思います。最近これでちょっとね音を楽しむのも面白くなってきてます。比較的最近ダウンロードしたあのファイナルファンタジー15のサントラはよくこれで聞いてます。解像感のある音を聞ける、で低音の方もしっかりバランスよく出してくれるっていうヘッドホンになってます。だから音質に関してはこの2つはもう間違いないです。いいヘッドホンです。素晴らしく聞きやすいヘッドホン。それに対してなぜ 1000X が私的には音に関してちょっとね点数が低くなるのか、これはもう簡単です。あのワイヤレスでしか私使ってなくて、しかもハイレゾのタイプ、あの LDAC を利用できていないので AptX っていうコーデックで無線で飛ばして主に音楽聴いてます。だからどうしてもハイレゾ対応の2個のヘッドに比べるとその情報量が違うので音の質は若干違うかなって印象は受けます。まあ、それでもこちらの 1000X は DSEEHX っていうあの MP3 の音源をスケールアップしてくれる機能を持ってますので音は実際いいです。いい音で聞けます、ワイヤレスでも。で有線接続をするとこちらでもハイレゾの音を楽しめると言われているんですが、それに関してはなんかワイヤレスで聞いてる音と有線でつなげた音が結構ね癖が変わってしまうので、そこにちょっと戸惑いを感じて、音に関してはちょっとね少し先ほどの2機種に比べて点数下げさせていただきました。ただね、まあ、グラフでちょっと差が分かりやすいように書いちゃったんですけど、実際こんな差はないです。音質に関してはあのほぼ近いぐらいの、音を出してくれます。だからいいヘッドホンです。音がこれ言ってると差がなくなっちゃうね。だから、まあ、あえてちょっとね下げさせていただきました。いいヘッドホンです。じゃあ次、快適性。はい、快適性に関してはこんな感じです。ソニーの MDR1 が、なかなか快適、オーディオテクニカの1100がちょっと差がある。でこれすごいズバ抜けていいのが 1000X、 これもね差があるよ。まず MDR1 タイプのものなんですが、こちらは快適性に関しては十分です。まあ理由で言うとすごく軽いんですよこれ。だから外でつけてても家でつけてても、でしかもここがねすごい緩いので、いくらね長い時間つけてても全然ね耳痛くならない。で軽い、つけてる感覚もない、ほとんど、まあ大げさだけどね。なので快適性はかなり高いですこのヘッドホン。それに対してオーディオテクニカの1100がなぜ少し下がってしまうかというと、大きさですね。やっぱりちょっと大きいんですよ、このパッドとか全部含めてね、ちょっとでかい。それなので外で使ってる分にも悪くはないんですけど、かなり目立つヘッドホンになります。まあ、逆に目立たしたい場合にはいいアイテムになると思うんですけど、ちょっとねその大きさの面で今回は点数を下げさせてもらいました。ただ重さもそんな言うほど重くないしね、まあこれもいいヘッドホンですなんか自分が持ってるのをねけなすのができないんでねそんな感想になっちゃうね。で何より快適性抜群にいいのがこいつです。ケーブルがないということがまずもうポイントすごく高い。ケーブルなしで使えるのはやっぱりすごい快適で、それに加えてあのこちらの紹介動画でもあげましたが、ここ右側のタッチパネルであの早送りやボリュームアップができるのもすごい楽。今日、まあ、デジタルオーディオプレイヤーとかスマホでね音楽をこれも聞いてたんですけど、その時にあの有線式のやつだとやっぱりスマホをポケットから取り出して操作しなきゃいけないわけですよ、当たり前ですけど。でもこれだったら取り出す必要はないんですよ。ダブルタップで音を止めて、ダブルタップでスタートさせて早送りボリュームアップ、すごい快適これ。であとノイズキャンセリング入ってるから、さっきの音質につながる部分なんですけど、音のレベルが多少下がったとしてもそのノイズキャンセリングのおかげで雑音が全く入らないので、ある意味音楽に集中できて快適っていう、だから快適性はもうナンバーワンです、抜群です。はい、最後、お得感。これも分かるね、値段の話だからね。こんな感じになります。お得感なんですけど、ソニーからね行ってだんだんちょっと下がっていく感じ。
はい、これも簡単です。でちょっとね、これはね、ソニーは私が持ってるのは古いので MDR1、 MDR1 で考えましょう。健康モデルで、だいたい今2万円ちょっとぐらいですか、価格が。で、こちらのオーディオテクニカの方がだいたい2万4、5000円かな、お店なんかでプライス見るとが若干高い。で、特にこの 1000X、 これはやっぱり4万を超えるので、お買い得感でいうとやっぱ高いですよね。まあいろんな先進技術が入ってるのでしょうがないんですが、まあ、そういうことで、まあ、価格に関してはもうそのまま数字だからしょうがないですね、お買い得感は。で、なおかつこの3つともそれぞれ特徴があっていい品ですので、値段はそのままお買い得感に反映させてもらいました。ということで本日はこういう形で、私が持って今3個ね並行して使ってるヘッドホンなんですけれども、そのヘッドホン、こんな形の雑なグラフになりました雑だな。まあでもそれぞれ3つとも特徴があるヘッドホンなので使い分けて利用しています。まあ贅沢に、贅沢だよね、3つもね。ということで、まあヘッドホンとかね、音好きな人って、その自分なんかだとね、曲が何がいいとか好きとかそういうのはあんまりないんですけど、反対にこうヘッドホンとかイヤホンとかで音を、違いを楽しむっていう趣味のものなので、いろいろ集めてこういうことやるんですけど、他にもこういう方いらっしゃると思うんですよね。だから今回の動画は私自身が使ってる3つのヘッドホンの特徴をちょっと述べさせていただいたので、何か気になるものがあったらちょっと参考になればなと思ってこんなことやりました。まあでもヘッドホンって選ぼうと思って幅広いからね、この3つだけで絞りきれませんから、あのいろいろちょっと主張してみて試してみてください。自分に合うものっていうのは必ずあるはずなので。という本日はお話でございました。ほぼ毎日こういう風に緩い動画を上げ続けている私のチャンネル、もし気に入っていただけたらぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。Facebook、Instagram、Twitter の方もやっていますので、そちらの方も概要欄の方にリンクが貼ってありますので覗いていただけると嬉しいです。ではまた別の動画で、バイバイ。